皆様こんにちは。ブランド買取ロリンザの代表のテラペです。今日はですね、先ほどから、ご覧になられております、ブランドはこちらです。あら、ないですね。はい、今日はエトロですね。はい、エトロはとても古いブランドで、もう数十年の歴史があるんですけれども、このようにですね、ペイズリー柄、こちらもペイズリーではな、まあペイズで少しこのように使われているんですけども、全体的にこうオリエンタルっぽい柄ですね。はい、中東をイメージするようなこのような柄が主流でございます。生地はですね、とてもよくウールとカシミヤやウールとシルク、など、まあウール 100% もあるんですけれども、とてもですね質がいいものが多いです。もうバブルの頃からですね、エトロもうご自宅にあまりデザインが変わらないんですね。このようにですね、これ比較的新しいものなんですけれども、デザインが変わりませんので、古いものでも高価買取につながります。はい、今日はですねエトロの、高価買取のお、マフラーですね、高価買取のお話をさせていただいたんですけれども、昔のものでも全然結構ですので、よろしければですね査定だけでも、ご連絡くださいませ。とてもしっかりしてますね、ものは。はい、このようにですねブランドタグや、こちらはですね品質タグ表示のタグですね、このがですねこのようにこう とても取れやすいんですね。はい、もうこれがもう取れてしまってないものでも大丈夫でございます。本体にですねエトロと書いてあるものもたくさんありますのでですね大丈夫です。こちらの方が大判で、広げると160センチ以上はございます。こちらはですね130センチぐらいの、広げると130センチぐらいの、ものでございます。薄手ですねこちらは。はい、中にはもう向こうが透けるぐらいの薄手のもの、ストールですね、もうたくさんございますので、どのようなタイプでもいいのでロリンザによろしければお電話くださいませ。はい、それではですね、またエトロの、シリーズ撮らせていただきたいと思います。概要欄からブログに飛んでいただきますと、いろんさまざまなブランドを撮らせていただいておりますので、そちらでご覧になってみてください。はい、今日はですね最後まで聞いていただきましてありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それではまた撮らせていただきます。